ロック向上委員会 .com とは予算ゼロでお送りするロック伝道番組である。この世のすべてのロックに愛を。ということで、ロック向上委員会 .com .com 言われちゃった。もうついていくのに精一杯ですね。そうですね、はい、これはね、本編とかとは違いまして、まあ、なんていうのかな、私からの、はい、お土産タイム&、うん、私からの、プロモーションタイムということで、いいじゃないですか、ね、使わせてケレロ使いましょう、はい、ね、今これバックに流れてますけども、はい、これ知ってますか。日本語ですよね。日本語です。誰なんでしょう。これね、インドネシアのバンドなんですよ、はい、前ね、インドネシアの音楽を聴いていこうっていう、まあ、本編の方でやりましたね、はい、ワン、ツー、まあ、前編後編ちょっと覚えてないですけどね、はいはい、でその中でも一応ご紹介した元ネトラルという名前で、はい、今 NTRL NTRL、はいはい、これインドネシア語で分かるわけがない。分かるわけがない。いやいや、同じなんですよ。NTRL、ね、ああ、ほぼ一緒でした、はい、R が L、L が L なのでね。え、L が2個あるってことですか。L が2個、だけどこれ発音の仕方が違うんですよ。ちょっと言ってもらっていいですか。 NTRL、 あ、一緒ですね、はい、一緒じゃないです、一緒じゃない。一緒じゃない、あ、そうです。 L と巻き舌と L、 あの英語みたいなね、まあまあ、これ日本語で NTRL と言いますけども、はい、ちょっといろいろプロジェクト考えておりまして、はい、彼らね、うん、もう日本でいうとどうだろうな、例えばミスチルとか、はい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 、それぐらいの大御所のバンドなんですよ。すごい、結成が1992年生まれた年。マジですか。本当。はい、生まれた年。そう、1992年に、ね、高校生だった彼らが結成をして、はい、で94年に早くも、まあ、インディーズ自分たちでなんですけども、うん、ファーストアルバムを作ります。おお。でそのファーストアルバムがなんと8万枚。何の宣伝もなし、スマートフォンないから、 YouTube ないからね。すごい。 iTunes ないからね。そうですよね、1994、うん、ね、ガラケーしかないから。すごい。その時代に8万枚ユニット売ったんですよ。でそれによって大手レコード会社、インドネシアのね、はい、がもう争奪戦。そりゃそうですよね。となったバンドの日本語バージョンを作った、はい、それがこれなのか。いや、すごい。ごめんね、倒れた。いや、すごい、日本語版が出たんですか、ね、そうなんですよ。3曲ね、この間私インドネシア行って3曲作ってまいりました、はい、お、はい、関わっているわけですね。いや、まずトランスレートと、まあ、トランスレート、完全なトランスレートを一度して、はい、意訳しないとメロディー乗らないじゃないですか。あ、そうですよね。あとこれ日本語でこの言葉ちょっとかっこ悪いなとか、そこら辺はもう意訳と言ってね、意味はなんとなくストーリーは同じなんだけど言葉は変えさせてもらうっていう、でそれをちゃんとして、ガイドボーカルもちゃんと僕は歌って、で一緒にこのバンドたちとレコーディングをして。すごい。ものすごい時間かかったけどね。どんぐらいかかったんですか。1曲、難しい曲はね、歌だけで3時間ぐらいかかってるから。難しいんですか、インドネシアの方が日本語。やっぱり僕がアルファベットに日本語書いておくわけじゃないですか。はい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 。でこう置いて、うん、2人でレコーディングブース入って、ボーカルとね、はい、ね、レコーディングブース入って、はい、もうやっぱね、うまく言えないから、
切るとこもそこじゃないとか、でガイドボーカル聞くんだけどもやっぱりなかなかそうはうまくはいかないと、はい、だからもう横で何回も撮り直しながらこことかね、大変。そうでもできるたびにこうハグし合ってね、わー、素敵、できたできたっていう、それでできた作品なんですね。そうでこれは狙いは、はい、まあ、CD そのもの EP なんですよ、3曲入りなんでね、CD そのものを出すというよりもこれによってこのリアクションによってね、うん、彼らの例えばツアーを組んでみるとか日本でも、あ、はい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 、ね、1箇所とか2箇所ではなくて、まあ、5箇所6箇所くらい攻めて、うんうん、ね、でまあ、小さいツアーを組んでみたりとか、うん、小さいツアー組んだ時にどうせだったらじゃあリリースもしましょうか、はい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 、いう形で今考えております。本当はね、本物を見せたいんだけど、はい、あのインドネシアなんでね、僕が先に帰ってきてまだ間に合ってません、はい、なるほど、ええ、もうちょっとかかるわけですね。そうなのであのデータだけがあるので、あ、ええ、まだね本当はジャケットがねちゃんとあればいいんですけども、はい、でこれがその写真になると思います、うん、今のところ予定はおしゃれですよね、すごい、ね、スタイリッシュな感じ、あの3人がコインになってるっていうね、へ、はい、これがジャケットになってで曲名があってでクレジットがあって、うん、一応この NTRL、はい、皆さん覚えてください、ね、3ピーストリオのバンドでございます、はい、オルタナティブロック系でもありちょっとね J-POP の匂いがやっぱするバンドなんですよ。でメンバー先に言っておきましょう、ベースボーカル、はい、バグース、違うんです違うバグースなんです。あ、そうなんですか、あの同盟偉人っていうのかな、同盟偉人はい、異なる人なるほど、ね、はい、はい、バグースさん、そうなんですよ、日本のバグースとインドネシアの本物のバグースというね、いやいや僕も本物の本物のバグースですよ日本ではね、だからバグさんとバグさんっていつもこう、ね、バグースさん、ベースボーカルがバグース、はい、でギタリストがチョキ、チョキさん、はい、で、はい、ドラムがエノ、エノさん、簡単でしょ、バグース、チョキ、エノ、うん、バグースさん、チョキさん、エノさん、このトリオでございます、はい、でちょっとこれをですね一曲一曲皆さんに聞いてもらって、ほう、なんかリアクションとかあればすごく嬉しい、ああ、いいですね、いうところでございます、聞きたい、ね、私があの歌詞も書いてますので、じゃあちょっとまずは聞いていただきましょうかね、はい、今バックでかかってた曲がですね、うん、これねトゥルバンテングラムというインドネシア語だと曲なんですけども、はい、うん、これの日本語バージョン、はい、この世界のすべてを、
ということでいかがだったでしょうかね。いやなんか日本っぽいですよ ね、はい、日本の曲っぽいでしょ、うん、これね今回の3曲、まあ、今のこの世界のすべてを、はい、まあ、トゥルバンタングランという曲ですけど、もともとこの人たちのヒット曲なんですよ。あ、そうなんですね。そうだからインドネシアでは不安は知らない人はいないという、うん、もう有名な曲を選んだ。なるほど、まあ、それもちゃんとあれよ、厳選なる、はあ、厳選なるたった5人ぐらいの中で、はい、どの曲がいいのかなと、はいね、はい、あの日本側よ、うん、はい、もう僕以外は、僕の嫁のチャンティックさんとかね、はい、その友達とか近めで、割と近めで、はい、いや十分よ、うん、で100人も200人も聞く必要はないっていうか、例えば、うん、僕みたいな人間が聞いちゃうと、はい、違う曲を選ぶ可能性がある。あ、まあそうですよね。そう、うんうんうん、だから例えばチャンティックさん妻は何を選ぶか、はい、でこの友達たち別にもう J-POP 聴けりゃもう十分さっていう人たちが何を選ぶか、はい、それが一番重要ですよね。そうなんですよ、それが一番重要 で、うん、でやっぱりこの曲なんだなって思った通りの曲をやっぱ選ぶ、はい、あ、そうなんですね、うん、いや一応僕も日本人ですし、はい、まあ、これぐらいキャッチーでいい曲かななんて思うやつがやっぱり選ばれて、はあ、でそれを一生懸命、ね、やってきたわけですけども、はいはい、これまだでもほやほやですよ。いやそうですよね、ほやほやです。 CD 届かないぐらいなんで、ね、じゃあ、まあ、今のちょっと聞いていただいてね、はいはい、どうだったかっていうのまた感想をどうやってくれていいのか知らないけどあ、ロック向上委員会 .com のそうです、メッセージくれる、メッセージ今まで文ちゃん散々文ちゃんにって言ったのにくれなかったのに ね、これで殺到したらまあまあそれもそれで複雑な気持ちですけど、本当殺到してくださいよ。いや嬉しいですけど、嬉しいですけど、はい、分かった、俺があの変名で文ちゃんブブブーとか入れる前に内容薄、もうすぐ分かるよね、あこれバグったね、はい、はい、すぐ分かりますよ、はい、それじゃあもう1曲またちょっと3曲やっぱね聴いていただきたい、そうですね、がっつり聴いてもらいましょう、はい、このリアクションによっては本当にね、うん、日本でがっつりと NTRL が聴けることになるというところでございますので、重要だ、はいはい、で次はですね、カウというもともとタイトルがついてるカウっていうのは、はい、まあ、あなたとか君とか、うん、はい、カウ、エンカウとかアンダーとか、はい、カムーとかいろいろありますけども、はい、よくわかんないと思いますけど、はい、まあ、今の全部あなたとか君とかっていう言葉なんですけどね、そのカウ、君というナンバーちょっと聞いていこう、はい、君を夢の世界
ということでいかがだったでしょうかね、文ちゃん代表で。これもやっぱ日本っぽいっていうか聞きやすいですよね。さっきの曲もそうですけど、はい、全然聞きやすいなと思いました。うん、そんなもんそんなもんえ、そんなもん、え、すごくあの素敵だなっていうことを伝えたつもりだったんですけど、私は。いやいやいや、あれ、あのその2ミリぐらいは伝わってますよありがとうございます。そうね、はい、あの 100% で1メートルだった場合にね、はい、2ミリってどのぐらいよっていうねいやいや、いいんですよ、はい。まあ、このね、君カウっていう曲ね、うん、これは私ね、あのスタジオの中でもリアルタイムで書いてますんで。すごい、はい。で、一番最後に録音してるから、うん、僕の中ではね、ノリ的にもあとバグースのボーカル的にも、はい、一番ちょうどすごくな慣れた頃、ね、ああ、なるほどなるほど、はい、でございます、はいはい。またこちらの方もね、まあ何回もこれ別に動画なんでもう一回聞き直せますね、聞き直してください、はい。じゃあそれでは最後の曲ですね、うん、今回最後ね、3曲 EP でございますので、はい、ソーリーという、これはもうソーリーなんで、そのままソーリーですね、そのままソーリーです、はい、もう英語でソーリーごめんねっていう曲でございますね、はい。ここもちゃんとチャンティックさん入ってますね。あ、本当ですね、チャンティックさん、あの、はい、一応あのちょっと直しを入れてくれたりもしましたので、はい、重要ですね、直し。でもね、これもまたね、本当に素晴らしい曲なんで、ちょっとじゃあこれも聴いてください、はい、ソーリー。
さあ、ありがとうございました。今の、ね、ありがとうございます。ソリというね、はいはい、まあ、ソーリーですかね、カタカナというとね、うん、はい、でございます。一番好きです、私この一番好きですか、はい、っていうか振られると思って今真面目に一番真面目に聞いたんじゃないの。違う違います違います。本当にこの曲が一番いいなと思いました。あ、そうなんだ、はい、これ実はね、うん、大した情報じゃないんだけど、はい、3曲の中で、まあ、EP じゃない、はい、シングルって言われた場合にどれにするって言った時に最初ね、ソーリーだったんですよ。一番キャッチーというか、だからもしシングルで1曲出すんだったら何にする、うん、っていうのがソーリー。あ、そうなんですね、はい、で、俺の意向で、うん、あのこの世界のすべてを一番最初に聞いてもらった。おー、そうだったんですか。にしたんですよ。へえ。あ、ソリーがいい、ま、文ちゃん的ね、向上委員会であればね、はい、これ一番いいなと思いましたし、あのバグスさんはあれですね、うん、すごい声になんか思いがあるっていうか、こう、はい、すごいなんかうまく言えないな、勢いがあるというか。NTRL のバグスさん、ね、うん、ベースボーカルね、はい、いやもう彼は優しいし真面目だしね、うん、このもちろん日本語も分かってないんだけど、うん、当然ながら、うん、でもまあ彼らの曲の歌詞をそのまま踏襲したままやってるじゃないですか。だからその気持ちのまんま、うん、しっかりと心が入った歌い方をしてますよね、うん、はい、うん、あのまあところどころもちろんよくあるパターンでクイーンなんかも2曲ぐらいは日本語の歌詞があったりとかしたんですけども、はい、そういう曲よりはよっぽど日本人っぽいね。おー、うん、まあそういうように一生懸命こう録音したっていうのもありますけども、うんうん、はい、まあちょっとこれね何回も聞いてみてください。癖になりますよ、歌いたくなる。で、いいですね。じゃあこっからどういう活動になっていくんだっていうと、これ実はまだ始まったばっかだから、これがどういう活動につながっていくのかわからない。もうまだ本当に第一歩というか。そうです、本当にね、よちよち歩きの第一歩、うん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 、もう我々みんなおっさんですけど、はい、でもよちよち歩きの第一歩でございますので、うん、はい、ここから例えばツアーやるよとか、じゃあ iTunes で出るよとか、うん、まあ、普通に今度はフィジカル、CD で出すよとか、はいはいはい、いろんなパターンにつながっていくかと思いますけども、その際には、まあ、ロック向上委員会 .com で、ね、お知らせをします。あ、はい、いいですね、まあ、動画で知らせるのか、ホームページというかね、ブログとかありますからね、うん、まあ、ね、潰さないよね、ブログとかね潰さないっていうか、なんちゅうの、なくさない、なくさないですね、はい、なのでこっちの方でね、うん、ちょこちょこ見ていただければ。でもこの動画を見た人たちの反応もすごく大きく左右するわけですよね、うん、今後に。するね。ですよね。まあ、各ラジオ局とか僕もちろんかけさせますけど、はいはい、それよりはね、やっぱね、うん、YouTube とかのももしかしたらいろいろとあるのかもしれないなという気もしますので、うん、はい、なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、何かあったら反応してください、はいはい、悪い反応以外でお願いします。なんつってでも3曲まるまる聴けましたから。別にいいですよ今 K-POP の音よ。今されたんですか。された何のやつでしょうね、私は見覚えはないですけど、ね、はい、ということで、まあ、今後 NTRL プラスバグンス長谷川、はい、インロック工場委員会 .com ということで、はい、いろいろ情報を流していきたいと思います。そうですね、発信していきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでロック工場委員会 .com でした。応援します、私も。応援してくれ。はい。